村土田さんと学習院女子大学の石澤学長です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さて今ご覧いただいていた奥様の妻真由美さんのですね会見なんですけれども、とにかく始まったところでの趣旨は捜査の進展がこの1ヶ月待ったのにもかかわらずほとんど自分には伝わってきていないんだと、こういうことでした。これまで私どもの取材に対してどのような奥様が疑問を持っていたのかも含めて、ちょっと大村さん、はい、おさらいをしてみたいと思うんですけども、はい、今の様子を聞きますと、やはりその事故の当日、被害者の萩原さんの奥様のもとにもですね、警察車両と接触したという、警察車両が絡んでいたことは一切伝わっていなかったんですね。翌日、警察も警察の護送車であったことを発表しています。これに関する不信感、それから死因が当初心房破裂というふうに東京医大の方では診断されたんですが、その後死因が不詳になっている、この2点に関して今語られました。そういうことですね。はい、ただちょっと今司法解剖の経緯についてお話をしているところで途切れてしまったので、なぜそういうふうな、死因について変化してきたかについてはまだ語られておりません。今回の会見ですね、これからお聞きいただきますけれども、ちょっといろいろな角度から私たちも分析してみようということで、はい、ゲストをお招きしております。はい、今日はスタジオには宮城県警で23年交通警察官として捜査に関わり、現在は交通事故調査のプロとして活躍する佐々木弘樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。死因が最初は心房破裂と言っていて、はい、で一度はそういうふうに説明も受けていて、はい、突然また死因は分かりませんって、こういうケースってのはあれ、普通はあまり聞いたことがないですね。私の経験の中でも当初特定した死因が、はい、ある時に不詳になったと、分からなくなったというのは、あまり聞いたことがない例です。なるほど。ね、これに関してグッディは警察に対していくつかの質問をしております。くしくも4項目の質問をですね送ったところ1時間ほど前に帰ってきました。はい、でちょうどこの上の2つがですね、ほやほやですよね。そうです、はい、上の2つに関してがちょうど真由美さんの疑問と同じなんですよね。グッディの質問状はなぜ当初ワンボックスカーと発表したのか、なぜ翌日になってそれが警察の護送車であったことを明らかにしたのか、それから死因が不詳となった理由というのは何なのか、そして3つ目、ここは真由美さんの口からまだ今会見では出ていないようですけれど、護送車の運転手は、先週の木曜日14日に真由美さんが立ち会った実況見分に何でいなかったんだろうかと、それから妻真由美さんに対して賠償金の話を警察がしているんではないかという一部情報に関しての質問を出しました。はい、4項目1時間前に帰ってきました。そうですね、これは、はい、注目するべき回答だと思うんですけれども、はい、活字で起こしました。まずですね、なぜ護送車であることを当日明らかにしてなかったのかなんですが、この辺り佐々木さんと見ていきたいんですね。警察はこれ警視庁からのコメントです。正確を期すため発表まで時間を要したものですと。一瞬沈黙が流れましたけれども、そんなにその車両が警察の車両であるということをこれ特定するに時間かかるものなんですか。いえ、もう現物の車がそこにありますので、はい、その車が、警視庁捜査用車であるのか、はい、一般車であるのかはすぐに分かります。ですよね。これに関しては石澤さんね、私普通の常識的な感情から言っても1日ちょっと遅れるっていうことに対しては不信感を持ちますよね。確かにね、もちろんそうですよね。やっぱり何かのことがあるんじゃないかという、この時間の長さというものが一つのそういった裏のものってことをね、連想させざるを得ない、はい、連想せざるを得ないという感じがしますね。そして今こちらあります実況見分の時にですね、ダミー人形を使ってこの萩原さんの体に模して車が乗り上げている映像があります。これは心房破裂というふうに当初死因が特定されていたはずなんですよ。でこれに関しての乗り上げたことによっての心房破裂と見られているんですね。はい、でこれに関しての警察からの回答はちょっと長いんですが、視聴者の皆さんも一緒に考えてみてください。こちらです。警察においては搬送先の医師の所見により当初死因を心房破裂と発表しましたが、その後法の手続きとして行った監察医の検案において具体的な死因の特定にあたってはさらに詳細な検査等が必要であると、とのことで検案書にて不詳とされたことから解剖が行われました。いわゆる司法解剖ですね。司法のルールにのっとって司法解剖を行ったと。で現在解剖医が死因を究明中であり、鑑定書によって
最終的に死因が明らかにされるものと考えておりますと。これ、ね、もう1ヶ月経ってます。全然これ、はい、私ごめんなさい、意味がよくわかんないんですが、これもうちょっと分かりやすく説明していただけますか。これは司法解剖に回したというのは結局実際の死因がですね、当初は心臓破裂と言ってたんですけども、開いてみたらどうもそうじゃないと、もしかすると、病的なことが先に発症して転倒したのではないかと、そういったことも十分考慮しなくちゃいけなかったので、必ずしも、護送車と接触して転倒したことによっての、引かれたという心臓破裂だったのか、事故の発生する前にすでに萩原さんは何らかの病的なもので、意識を失って転倒したのか、そういったものを特定しなくちゃいけなかったと思います。歩行者が車にはねられるように一見もトンとぶつかってしまって、明らかに、歩行者が亡くなられたというのであれば間違いなく、交通事故による死因と特定できるんでしょうけれども、そうではなくて、バイクの方が先に倒れた行為と歩行者が接触した行為というのは一体どういうつながりがあるのか、それは解剖して、もっと死因を明らかにしたかったという意図があったと思います。ただこの FNN の取材ではその警視庁の方はやはり護送車が、急に車線を変更しようとしたことでよって萩原さんのバイクがバランスを失ったんじゃないかと、こういうふうな見方をしている可能性が高いと、こういうことが分かってきているんですね。そうなりますとやはり先に倒れたっていうことは考えにくいんじゃないですかね。そうですね、そこが非常に交通事故の捜査で難しいところで、護送車の幅をいわゆる車線変更する行為と、はい、萩原さんがバランスを崩して、転倒するところの因果関係、そこを操作するのがいわゆる捜査と言われている部分なんですよね、はい、どういう因果関係があったのか、本当にそれは驚くことだったのか、ちゃんとブレーキをかければ萩原さんは、転ばないで止まれたんじゃないのかとか、そういったことが、あります。あ、なるほど。ブレーキをかけようとしてもかけられなかったような状況がそこに病的な何かで発生してた可能性が捨てきれないってことですか。当然それもありますし、病的なこともあるだろうし、単純に、いろいろな理由がありますよね。脇見してたので護送車が、車線変更してくるのをちょっと遅れてしまったと、で気づいたら、前に割り込んできたので慌ててブレーキをかけて、転倒してしまったとか、いろいろな状況が想定されますので、一概に、必ずしも護送車が、車線変更してきたから、だから交通事故が発生したんだというのは警視庁としてもなかなか発表できなかったというところがあると思います。なるほどね。ただここへ来てそのやはり護送車の車線変更がこの事故の誘因になった可能性が高いとこういうふうに見ているということが分かってきた。でもじゃあ負傷のあと1ヶ月鑑定中ってのはあるんですか。何鑑定してるんですか。ですね、この通常解剖所見とか解剖した先生方に鑑定書を書いてもらうとですね、3ヶ月や半年はザラにかかるんですね。かかりますので、はい、ただ物を見てどうのこうのだけではありませんので、それを文章にするとやはりこの何百ページという文章に起こして書きますので、はい、本当に解剖してそれに解剖結果によって死因を明らかにするというのであれば3ヶ月後とか半年後に出てくるというのは十分考えられることだと思います。そうなんですか。勝美さん知らなかったですね。いやいや、そんなにかかると思わなかったです。ですよね。これ、はい、FNN のこの事故に関しての新たな情報です。警察の方にもですね、やはり過失があったのではないかという見方が強まっているんですね。ちょっとイメージをしてみてください。まずオートバイで走っていた萩原流さん、こちらは法定速度で走っていた。そして萩原さんは護送車との接触を避けようとして転倒したというふうに警察は見ているようです。そしてこちらですね、一番の注目、護送車が車線変更の際十分な注意を怠った可能性が高い。すなわち警察は当初ですね、こちらです、萩原さんは護送車の左に見ながら3車線の中央を走っていたんですが、この護送車は停止車両があったため一旦停止し慎重に車線を変更したところ、何らかの理由で萩原さんのオートバイが転倒し滑走しながら護送車に当たったという発表だったんですが、FNN の調べでは警察はどうやら護送車も流さんも法定速度で走っていて、やはり護送車が十分な注意を怠った可能性が高いとみて、転倒の原因は
護送車にあったという見方を強めているようなんですよ。こうなってくると当初の説明と全く変わってくるわけです ね、 そうですね。責任があれ護送車っていうのは車載カメラとかあるんですか。いや、つけてないと思いますね。つけてな い、 つけてないです、ね、と言いますと、やはりこれは運転していた警察官がきちっと後ろを確認していなかったっていうことをきちっと証言している可能性が高い。そうですね、後ろを見ていれば、ね、確認できただろうと、うん、いうことは当然調べの中では出てきていると思います。ということですね。それでこれが十分な注意を怠ったっていうことになっていくと、これ本当に人一人が亡くなってるわけですから、これ重大なことですよね。そうですよね。まあ、当然、亡くなられた方が、タレントさんとか有名人、著名人ということに関わらず、はい、どんな方でもやはり奪われていく命というのは同じですので、本来はどの捜査でも十分時間をかけてじっくり捜査しなくちゃいけないというところはあると思います。さらに追加情報がありまして、はい、萩原流さんはこの護送車の影響で転倒した後、体投げ出されまして一番右の車線にいました。そしてその後後続の一般車両に引かれて亡くなったということなんですけれど、はい、じゃあこの責任ですよね、事故の原因となった護送車なのか、それからこの乗用車のドライバーなのか、大変乗用車のドライバーの方ももう1ヶ月経ちますから、いろんな思いで過ごされていると思います、はい、警察はでもですね、萩原さんを引いた車の運転手の過失は低いという見方をしておりますから、やはりこの事故は護送車の注意がしっかりとこれ行き届いてなかったことが原因だというふうに、これはどのぐらいの過失割合だというふうに、まあ、過失割合っていうのは、まあ、警察が決めることではないんでしょうけれども、例えば第三車線目を走っていた一般車両ですか、が十分注意をして、萩原さんが転倒して自分の前に来たなと、それを分かっててブレーキをかけて防げるんであれば当然防ぐ運転をしなくちゃいけなかったんですけれども、はい、それがもう防ぎようがなかったと、本当にもう切迫した状況の中で急に飛び込んできて、もう防ぎようもなくやむを得ずそのような、歴化してしまったんだというのであれば、やはりその運転手に対しては交通事故の過失を問うというのは難しいと考えられています。佐々木さんにちょっと一つ伺いたいんですが、はい、警察の場合は往々にしてですね、まあ、大変失礼な言い方かもしれないんだけれども、身内をかばうというのはたまに出てくることが、今回もそういうふうなものは感じられますか。いや、多分もうこれだけきちんとやってることは、もうかばってもかばいきれない、だったらもうきちんと適正な捜査に従って処理していこうというふうに組織全体は動いていると思います。でもやっぱり最初かばおうとしたんですかね。まあ、護送車っていうのは非常に、難しいんですね。護送車の存在っていうのは、中に乗ってるのは留置人ですので、その犯人がどこの誰なのかとかっていうのはやはり、人目には晒したくない、必ず目的を持って、今回の場合医療護送と言われているように、はい、警察署から、どこかの病院まで連れていくという、それがもう最大の目的ですので、うん、そういったことは公表したくはない、いわゆる犯人の逃走防止とか、その犯人によって危害を加えた人からその場に危害を加えられる恐れとか、そういったことを絶えず考えて、護送計画書という計画に基づいて運行が行われてますので、やはり明らかにしたくないというのはあったと思います。まあ、それが身内をかばうというところの方で、話が進んでいくのもやむを得ないのかなって思います。まあ、どうしてもね、取る側からしてみればそういうふうに見えかねないという、まあ、時差があったりするとそう思うんですが、さっきちょっと真由美さんの会見の中で、私には捜査の情報が届いていない、こういうふうにおっしゃられたんですが、やっぱり奥様っていうのは本当当事者ですから、胃の一番に捜査の進展状況を把握されていて当然かと思うんですが、その点はどういうふうに。これは本当に難しい問題でですね、全国の多くのこの交通事故の調査をする過程で、ご遺族と会うんですけれども、捜査の進展状況を事細かくご遺族に説明するということはないんですね。やっぱりできません。これは基本的にしちゃいけないと、公判が開かれるまで捜査して得られた事項は他人に話しちゃいけないという大前提がありますので、たとえご遺族に出会っても、はい、今捜査した結果こうなりました、こうなりましたということを説明することはできないというのが今の実情だと思います。多くのご遺族はその部分で非常にやはり不信感、警察不信とかですね、悲しみ苦しみっていうのを味わっていると思います。うん、
ただそれは捜査の立場上をそれを例えば家族であったとしても明かすことはできないと。できないですね。おおむねこのような交通事故だったんで